ウクライナ軍、ソレダルから組織的に撤退か、米取材班が目撃、戦争の新局面、第3幕が始まろうとするのか。1月13日、ソレダルから約4キロの地点にいた CNN 取材班のジャーナリストは、ウクライナ軍が組織的に見える形で部隊を撤退させるのを目撃したという CNN がライブで放送した、撤退するウクライナ軍に。 パニック感はなかったようだと指摘するソレダルから撤退しても南西に数キロ離れたバフムートへのウクライナ軍への補給能力に影響を与えないしバフムートへの主要道路2本はウクライナの手中にしっかりと残されているそのようにウクライナ特殊部隊第1旅団のタラス・ベレゾベツ隊員がこの撤退と同じ13日に CNN に語ったさらに ウクライナの戦士は13日の間中、バフムートに近いロシア陣地を攻撃し続けているという、さらにロシア軍の滞在所と思われる建物で爆発が起きた、ツイートにはハイマースのおかげだと書かれている。CNN は位置特定を行った、この映像のロングバージョンの方は現地にいたウクライナ人兵士によって投稿されたものだ。マディアルというコーードネームのこのこ兵士は、 ウクライナの航空偵察部隊の司令官であるという。彼は動画に重ねて解説をしていたという。10人いる。ここにさらに10人いる。そして全員が明らかに同じ方向に進んでいる。彼らは滞在している。20人以上の集団で家の中にソレダルの郊外に午前中我々はこの場所を監視していた。そこで何らかの活動があった。 何かが積み込まれたれたたたりり降ろさしていたんだ緑の屋根の建物は彼らの本部みたいなものだと彼は言うソレダルに残る住民と兵士の遺体しかし残った約500人の住人はどうなるのだろうかすでに退去を望む人には手段を提供した上で避難が済んでいるという行方不明になった英国人とニュージーランド人の2人のボランティアを含め 人々は避難の手伝いと説得に努力してきた。どうしても故郷を離れたくないお年寄りが多いのだろうか現地にはロシア人の死体があちこちに転がっているというウクライナ側はできるだけ仲間の兵士の遺体を運ぼうとしたがロシア軍はそのまま回収せずにほっぽりっぱなしと複数の証言があるもともとロシアでは兵士の命を軽んじるやり方をしてきた。 第二次大戦のロシア軍人の死者では900万人から1400万人まで幅があるものの飛び抜けて多いのはそのせいもあると言われる次がドイツの500万人前後とされるちなみに日本は212万人とされるソ連からロシアになった今でも兵士に対する軍事政治社会思想が変化していないと思われるハルキウで数ヶ月前に攻防戦で死亡した ロシア兵6名の遺体をウクライナ人が回収しているロシア人は頻繁に遺体に地雷を仕掛けるため遺体をロープで遠隔操作でひっくり返し衛星兵が待機していなくてはならないロシア人の遺体は身元確認のため捜索され捕虜になったウクライナ人兵士と交換されることになる2022年12年14月日。さらに悪いことにソレダルは 全部とは言わないまでも、ほとんどがワグネルの戦いであり、最前線には多くの囚人が使われていた。そして、これらの囚人が逃げないように背後で見張り、逃げ出すなら撃ち殺す部隊、特戦隊はチェチェンの兵士が行っていたという証言が、ル・モンドに掲載された。どういう囚人なのかわからない、体制に逆らっただけの政治犯なのか、人に危害は加えない。 スリや泥棒なのか、そんなひどい事情があったのかと思わず同情したくなるような傷害犯なのか、囚人の全員が理由なく弱者を乱暴し殺す極悪非道な人物だったとは、到底思えない人数を戦地に送っている。いくら犯罪者とはいえ、いくら戦争とはいえ、最低限の人権は守られるべきではないのか。直前の状況は、前述のベレゾベツ隊員が、 CNN に答えたとき、彼は、第77旅団と第46旅団の落下傘部隊は、まだソレダルの西の郊外にいますと言っていた。しかし、ソレダルにとどまることは、街が完全に破壊されているため、軍事的な意味がないと語っていた。彼は、今後数日のうちに、撤退の決定がなされるかもしれないとの見方を示したが、そのような決定を下すのは、 参謀本部であるし、前線部隊の指揮は高いと述べた、部隊の任務はできるだけ長く持ちこたえ、できるだけ多くのワグネル兵士を殺すことだとし、この2週間の戦闘のほとんどはソレダルでの4から8人の戦闘員グループによる通りでの戦いであったと付け加えた。このようなことを大員がマスコミに話し始めた時点で、撤退はおそらくほぼ決まっていたと考えてよいのだろう。 現場の兵士は上官の撤退命令は下っていなくても、元凶を大変よく知っている、マスコミの報道にも、そのような予兆を感じさせる兵士の発言があった。別の CNN の報道では、ウクライナ兵士が匿名で、13日に自分と仲間は降伏させられたと信じており、突破口を開く努力をするよりも、降伏させる方が簡単だと、CNN に電話で語ったという。 それはより多くの犠牲者を意味する。我々の部隊は組織的にロシア軍に市街地まで押され、互いに分断されていると述べた。一方、マリウポリでも同じことが起きたとも語った。私たちと一緒にいると、100%そうなるだろうと確信している。私たちはここに残される。怪物、ロシア人は捕虜にできるものは捕虜にするだろう。そして、 私たちは交換されるかもしれない私たちは長く隠れることはできません私たちは今地下室や家にいる射撃と銃撃戦は至るところにある夜でもロシア人は町の北西で取り囲んでいる人々の掃討を行っているまた第46旅団の SNS の投稿によるとロシア軍は数ヶ月に及ぶバフムートへの攻撃が失敗することが分かってから 勝利のののプロパガンダダたためににッシュに焦点を当てたという戦争の新局面で欧州は、ソレダルがロシア軍のものになったのなら、戦争の新局面となる可能性が高い、まだバフムとの運命は決まったわけではないが、ロシアはおそらく大勝利を宣伝するだろう、今まで目立った勝利が一つもなかっただけに、世論への影響も大きいに違いない。 今後はバフムートの攻防戦でクレミンナ地域も要注目だが西側からの武器の供給の内容や量が劇的にすぐに変化しない限りウクライナには大変厳しい状況と思われる実際にウクライナのオクサナ・マルカロは中米大使は13日戦闘は続いているソレダルでもバフムートでもあらゆるところでロシアからウクライナが完全に解放される時まで と CNN に訴えたそして、非常に困難な戦闘に従事しているウクライナ軍にとって、米国およびその他の同盟国からの追加支援が不可欠であると言った、逆に言うのなら、追加支援がない限り、大変難しいという意味だろう、アメリカは今年に入って、ウクライナへの新たな軍事支援を決めたが、総額は30億7500万ドル、約4000億円である。 今後は、第1幕はロシアの侵略からキーウ島の撤退まで第2幕はウクライナの反撃第3幕はロシアの反撃である欧州は歴史的転換点の前にいるあるウクライナ人はそれだるバフムートの戦いはベルダンの戦いと同じだと言っていたベルダンの戦いとは第1次世界大戦で ドイツとフランスがぶつかった死闘であったヨーロッパ人なら誰もが知っているような有名な戦いだ最近は確かに大きな空気の変化を感じる高度な武器をウクライナに出すか否かというのは欧州の運命を変える選択なのだ第二次大戦以来の大きな転換期となるだろうこの大きな極めて灰色の雲が立ち込めてきたような様子はロシアが 2度目の動員令を発したことから始まっていると思う。ドイツのランブレヒト国防相が辞任するかもしれないという噂も、この線で考えるべきだ。ドイツは日本と同じで、今、軍事に積極的になるのか否かという大転換期を迎えている。彼女の後任の人事で、国がどのような道に行くか分かるに違いない。ドイツは日本と大変似ていて、軍事は厳しく、国防に限り、 軍拡など望まず平和のみを求める思想のもとに対戦後を送ってきた日本と違うのは軍事は EU 加盟国の仲間と共に考えるべきものだとして新たな歴史を築いてきたことだ現在ウクライナ近隣の EU 加盟国からドイツがもっと軍事に積極的になって軍事品戦車等をウクライナに送れ送るのを許可しろと批判されている。 軍拡が必要になりそうな厳しい状況は日本も同じだが近隣の友好国という点では全然状況が異なるのが辛い。